じでした。そうですね、僕ですね、スタート順が早くてですね、チアキーの2番目スタートだったんですよね。でゴールをした後はですね、何を思っていたかというとですね、他の選手全員転ばないかななんて思っていたんですけど、ただ素敵な、はい、いいですね、大好き、こういう勝ちで、そんな思いで、はい、ずっと他の選手の滑りを見守っていました。どうですか。そうですね、まあ、次はもう金メダル。そうですね、はい、次はですね、まあ、2022年北京なんですけれども、まあ、年齢的にもだいぶしまうんですが、でもですね、しっかり道具、また体もですね、しっかり鍛え直して、はい、この色ではないメダルを狙って頑張りたいと思います。頑張っていただきたい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。日本代表 の選手団の歴史として、さらには見事大回転、滑降、回転をはじめ5種目で金銀銅メダルを獲得したんです。すごいです ね。さっき小池知事も心配してましたけど、5つメダルかけるとなんか首とか凝っちゃうんですか。そうですね、あまり首のコンディション良くないすいません、じゃあ今日はいいですね、贅沢な、そうですね、嬉しいですよね。なんていうか、もういつでも興奮と感激がもうたまらなくてですね、もう寒くてもきつくても頑張っちゃうというね、コメントを残されましたけど、印象的でしたけど、大回転で金メダル決めた時のあの瞬間の気持ち教えてください。なんですかね、金メダルを取ったっていうことが信じられなかったですね。一番はそろそろ実感はじわじわ来てますか。まだ歪み心地というか、こう本当に取れたんだなっていう、なんかずっと手元にあって見てはいるんですけど、本当にあるんだな、これ誰が取ったんだたまに感じる時があります。ただもう次に目標は受けてるんじゃないでしょうか。そうですね、もう、まあ、4年後に向けてスタートはし始めているので、まあ、4年後はこれ以上にたくさんの色のメダルを持って帰ってこれるように頑張りたいと思います。はい、もうね、すごく実感なされるでしょうか。もちろん地面との、ね、戦いで頑張られてますから ね、はい、ぜひとも頑張ってください。さあ続いては新田選手、クロスカントリースキーの2種目で金と銀メダルを、ね、獲得されましたけれども、競技中というのはどんなことを考えながらです。まずやっぱり自分が今までやってきたことを出し切るということにやっぱり注力を置かないといけないなというふうに思って滑っていました。どうやったら出し切れるんですかね。やっぱり、自分が今までどれだけ支えられてこの競技を行えたかっていうことを考えると、まあ、自分が今までこう支えてもらってるって思ってない人も実は応援してくれてるなというふうに思うと、感謝しかないなというふうに思ってます。いやー、大斗君と健斗君、はい、力も相当なもんだったじゃないですか。そこにいるんですけど、今日いらっしゃってますか、はい、どうですか。おめでとうございました。さあ続いては成田選手、成田選手も、ね、スノーボードの2種目で金と銅メダルを見事獲得しましたけれども、真っ先にゴールに飛び込んだ時のあの心境ってどんな感じだったんでしょうか。いやー、そうですね、まあ、ゴール切った時というよりか、その優勝した時は、いや、僕が本当に金メダルを取ったかなって本当にクエスチョンが並んでたけど、嬉しかったですね。すごいかったですよね、はい、ただ次は次は東京2020。ああ、そうですよ、出します。いやー、すごい、皆さん拍手も期待しましょうね。これがね、はい、この種目かはまだ決めてないです、はい、もうちょっと考えて、決定次第、まあ、もちろん SNS とかそういうので、流そうと思うので、また楽しみにしてください。いいですね、ありがとうございました。ありがとうございます。思いますが、ピョンチャンパラリンピックのメダル獲得数は前回のソチ大会を上回りまして10個なんですよ ね。ですから、この勢いっていうのはやっぱり東京2020に、ね、もちろんですよ、つなげて、はい、行きましょう。行きましょう。はい、ということで皆さんありがとうございました。スペシャルエキシビションを始めてまいりたいと思います。本日はゴールボール陸上競技パワーリフティングのエキシビションを行ってまいります。まずはゴールボールから始めていきたいと思います。
選手ご紹介しましょう。足立選手、中島選手、加藤さん、竹越選手、越川選手、木内選手です。どうぞコートの中央までお越しください。はい、始める前にゴールボールのルールをね、もしかしたら初めてっていう方もいらっしゃるかと思いますので、ね、はい、ぜひ代表してリオパラリンピックゴールボール女子日本代表として出場されました足立選手にいろいろ伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはちょっとね、見たことがないかもっていう方もいらっしゃるかもしれないので、どんな競技なのか教えてください。はい、そうですね、ゴールボールという競技は視覚障害者の方の、スポーツになりまして、でしかもですね、視覚障害といっても見え方が人それぞれ違うので、みんなこのアイシェードといいまして、これつけると真っ暗な状態になるんですけれども、これをみんな着用してプレーするっていうスポーツです。はい、なるほど。で、それを使って他には何か、はい、時間とか点数の入り方とか、そうですね、ゲームの時間は12分ハーフで、間3分のハーフタイムがありまして、12分の前半後半で、ボールの中には鈴が入っているようなゴムの塊みたいなボールなんですけど、はい、音が、はい、その音を頼りに、はい、プレーします。はい、何人でプレーするんでしょうか。プレイヤーは3人ですね。コートには3人入って3対3で試合をしまして、で交代要員ではプラス3人なので全員で6人、はい、とかでベンチで3人で、はい、コートが3人コートして、はい、ということですね。あとはこう観戦するにあたってのマナーですとか、何か気をつける点はありますか。そうですね、全員見えない状態でプレーをするので、審判もクワイエットインステッドで声がかかるんですけれども、観客の皆さんは静かにこう応援していただくっていうのが集中して応援をしてればいいんですね。はい、はい、僕はあんまり大きい声出さない方がいいですね。そうですね、ゴールが決まった時は皆さん声出してもらって、少しちょっと遠ざかすそうですね、はい、ついつい熱くなっちゃいますからね。はい、やはりじゃあ研ぎ澄まされるっていう、ね、そうですね、神経もう本当にちょっとした音で反応するというですね。はい、じゃあ今日は実際に、ね、皆さん目の前でご覧いただけるということで、早速アスリートの皆様にこのエキシビションを行っていただきましょう。はい、本日は2組に分かれてショットとセーブを行っていきたいと思います。それではチームを発表いたしましょう。 A チームは中島選手、竹越選手、越川選手です。そして B チームは足立選手、加藤さん、そして木内選手に分かれて試合を行っていただきます。はい、頑張ってください。はい、じゃあ私たち、そうですね、僕はちょっと遠目にいます、ごめんなさい。そして、皆さんは、そうですね、どこに看板が出るんでしょうか。クワイエットプリーズという、スタッフがあちらですね、皆さんに向かって左右に、はい、静かにしてください、クワイエットプリーズという、看板をですね、スタッフが掲げている間は、これ実際の、ね、試合でも使用しているものなんですけれども、そちらの際はちょっと静かにしながら正しい観戦マナーで、見ていただければと思います。はい、これは